はい、皆さんこんにちは。本当はね、三脚で固定したかったんですけど、三脚をね、別の階に置いてきてしまっていてないので、ちょっと手ぶれごめんなさい。今ね、6月3日木曜日の午後5時2分です。今日の、まあ、朝ごはん兼昼ごはんなんですけど、ゆで卵とおにぎり1つとトマトにセロリにパイナポーで、これはね、自分でカットしました。1個丸々買ってきて、なんだろう、上と下カットしてさ、バレルっていうの、葉っぱの部分をグリッと回して抜いて、で、皮をね、削いで、タタタタタタってね、スライスしたのがこちらになります。で、そのバレルっていうのかな、今水につけてあるんで、果肉とかを落としたら、一応ね、鉢植えに植えてみようかなと思ってます。で、こちらのパイナップルはですね、フィリピン産です。最近なんか台湾から輸入されてるパイナップルが芯まで食べれて美味しいっていう風にニュースになってるので、いつかね食べたいなと思ってるんですけど、先日ちょっとスーパーで見たら、ちょっとね高いなって思ってしまってタイミング逃したので、いつかね食べてみたいと思ってます。で、まあこちらはフィリピン産なんですけど、普通にね美味しくて、芯もね食べられないほど硬くはないし、味がね薄いところもあるけど甘いところもあるので、まあ芯までね一緒にカットしちゃいました。で、マッチングアプリのお話なんですけど、私今一応ですね、今週の日曜日に車で、まあ、デートというか、お会いする約束をしてる人がいるんですよ。で、その人と昨日の夜は連絡してないので、もう24時間っていうか36時間ぐらい連絡してない時間が経ってるんですけど、まあ今日木曜日ぐらいまでに行きたいところをあったら言ってくれと言われてたんですけど、正直言って足が不自由になってからほとんど出歩かなくなっちゃって、あんまり車でどっか出かけることがないので、どこ出かけたらいいのかが全くわかんないんですよね。で、なんか相手の方が、まあなんか海ホタルとかって言われてたんで、まあそれに乗っかるような形で私は全然いいんだけどなーって思ってます。で、それと別件で、まあまだマッチングアプリの方っていうのは登録してあるんですけど、昨日マッチングした人、相手からいいねが来て、私がいいねを返して、まあマッチングした人がいるんですよ。で、その人はスペインと日本のハーフの人なんですけれども、日本語がペラペラで、多分仕事で日本に来たんじゃなくて、もともとなんて言うんだろう、小さい頃から日本に住んでた感じの人だと思うんですよ。出身地がね、日本の都道府県になってたので、多分その海外から数年前に仕事で来ましたとかじゃなくって、多分ご両親が移住して小さい頃からいたんじゃないかなと思いました。それで、まあ昨日から結構いいテンポで会話が進んでいて、で、相手の人も私にいろいろ質問してくれたんですよ。どのぐらい、マッチングアプリ使ってるんですかとか、何人ぐらい会いましたかとか、どんな人が好きですかとか、趣味は何ですかとかって聞かれて、で、すごい興味持ってくれてるし、文章も一つが短いから返事しやすいしと思ってたんですよ。ただね、そのニックネームがね、ジャック・スパローなんだよね。まあ、これはもう特定できないから言ってもいいと思うんだけど、なんかさ、ジャック・スパローってさ、ニックネームさ、多分そのスペインとのハーフだからなんとなくそういうイメージだったからつけたと思うんだけどさ、よくわかんないけど、見た目がこう、なんかヒゲがあって、こうちょっと荒々しくてみたいなイメージでつけたんだと思うんだけどさ、なんかふざけてる人なのかなってさ、最初思ったんだよね。そしたら、普通に敬語も使うし、言葉も綺麗な方で、びっくりしちゃって、まあ、ただ、普通に一日メールしたぐらいで、あ、この人いい、まあ、いい人だな、ぐらいにしか思わないので、別に恋愛としてどうのこうのとかはなかったんですけど、で、まあ、このアプリで、何人ぐらい、会いましたかとか、どのぐらいやってるんですかって聞かれた時に、私はまあ1年ぐらいやってます、で、今までお会いした人はいないんですよって、ただ今週の日曜日に一人会う予定の人がいますって、もう私は別にそんなことで嘘つく必要もないと思ってるんで、はっきり言いました。で、そしたら、まあ相手の人は日曜日デートいいですねって言われて、まあそうですね、できればいいなと思ったんです。で、私はまあ一応その、まあ、マッチングアプリってでも、出会いと別れのスピードがものすごく早いので、まあ、デートも、
あまり期待せずに行った方がちょうどいいぐらいかもしれませんよ、みたいな、ちょっとアドバイスをね、したんですよ。そしたら、相手からさっき返事が来たんですけど、私のニックネームはまあ、桃太郎だとして、桃太郎ちゃんタイプだった、もう少し早く出会いたかった、って帰ってきたんですよ。で、それを見て、なんか、胸がキュッとなったっていうか、なんか悪いなっていう気持ちになって、ちょっと苦しくなったんですけど、それとともに、いや、諦めるの早くない?と思ったんですよ。なんか、その人はまだマッチングアプリ始めたばっかりだから、多分あんまり分かってないと思うんだけど、本当に、なんかたかが一回食事行ったぐらいで付き合えるとかってわけないし、もうメッセージ交換して、明日も喋りましょうね、楽しかったです今日はって言いながら次の日ブロックされてるとか、そんな世界なんで、なんだろう、今週日曜日にデートに行くからって言って、必ずその人となんか、いい感じになるとも限らないし、なんだろう、もっと早く出会いたかったって言ってくれたのはすごい嬉しかったんですけど、切ない気持ちになったのと、もうちょっと頑張れよって、ちょっと上から目線なんですけど、ちょっともうちょっと踏ん張れよと思ってしまいました。なんか例えば、そうだな、もしじゃあ、その人とご縁がなかった場合、またお話しさせてくださいとか、うん、そんな感じで次につなげるような言葉を送ってくれたら、私も、あ、そうですね、またお話ししましょうって気軽に言えたかなって思ったんですけどね、どうでしょうか。